カウントダウン TV をご覧の皆さん、和製ランデムです。すいません。ピア関西ウェブ版をご覧の皆さん、こんにちは、和製ランデムです。イエイ。ですね、僕ら6月24日にですね、サードアルバム犬にしてくれを発売しました。まあ、タイトルからも分かる通りですね、まあ、超しょうもないっす。歌詞がびっくりするぐらいしょうもないっすね。自分で読んでもわけわかんないっす。なんだけど音がかっこいいんですね。楢崎さんっていうプロデューサーに入ってもらったんですけど、楢崎さん最近プロデュースしてるのはですね、ももクロ、ベビメタ、あとキートークですね。キートークちょっと人気出すぎですね。妬ましいですね。で、まあ、そのそうそうたるメンツをこうプロデュースしてる楢崎さんがですね、なぜか和製ランデムをやってくれたと。なんで、めちゃくちゃしょうもない歌詞にめちゃくちゃかっこいい音がですね、くっついてます。飯に例えるとなんだろうね。なんかそういうカレーにお好み焼きが乗ってるみたいな。カレー、お好み焼き、牛乳、味噌、ラーメンみたいな。だね、クソまずいっすよ。いやいや、うまいんだよ。まあ、好きなやつは好きかもしれないですね。病みつきになる、病みつきになる感じの珍味ですね。珍味みたいなアルバムになってます。でも珍味はいいんだよ、ハマったらマジに抜けれねえから。そうなの。とりあえず味見をしてほしいですね。忘れらんねえのホームページのですね、ミュージックビデオ、ミュージックビデオも珍味なんだよな。相当珍味なんですね。かっこいいっしょ。かっこいいか。かっこいい。かっこいいか。かっこいい。かっこいい。本当に美女とかですね、水着の女の子とか、あともうイケメンの男の子たちがいっぱい出てくる PV がですね、忘れらんねえのホームページに全然載ってなくてですね、面白いミュージックビデオが忘れらんねえのホームページに載ってるんで、ぜひそれをチェックしてもらったら、まあ分かるね。そうですね。とりあえずミュージックビデオ見てください。この記事を読んでもらって、興味を持ったらまずミュージックビデオ、もうそれだけでいいです。で、それ気に入ってもらったら、ワンマンライブがですね、7月の24日にミュージッククラブジャニスであります。それに遊びに来てほしいし、ラッシュボールフェスにも出させてもらいます。これは何日でしたっけ。8月30日。はい、8月30日の日曜日にラッシュボール出るので、それも遊びに来てください。大阪といえばですね、やっぱりホテルですね。僕らがいつもその泊まらせてもらっているホテルがあって、まあ、理由は安いからなんですけど、そのホテルは半端ないんですね。ホテルワールドですかね。あ、ワールドから名前変わって、ノースホテル。ノースホテルですね。ノースホテル言っちゃっていいの。いいんじゃないですか。ノースホテル検索してもらえば分かると思うんですけど、させる。すごいね、シュッとしてるんですよ、1階だけは。入り口もめっちゃシュッとしてます。で、フロントもね、すごい近代的なんですね。でも、店員さんがね、ちょっと垢抜けないんですよ。そこに一抹の不安をね、僕初めて来た時感じたんですね。なんでこんなシュッとしてるエントランスで、フロントもかっこいいのに垢抜けない店員さんだと。おかしいなと。で、カードもらって、カードもなんかシュッとしてるんですよ。あ、でまあまあ期待できるなと。で、エレベーターのとこ行ったら、エレベーターがもうボロボロなんですよ。あれと思って、で、乗り込んだらもう2階以上もうボロボロのクソですよ、ほんとに。あれ、多分もともとラブホだね。ラブホなのかな。もう換気扇がさ、風呂についてねえからさ、部屋に入った瞬間にしめしめなんだよ。もうね、ホテル、ノースホテルね、おすすめですよ。それがまあ大阪の思い出ですね。だから今日もそこに泊まるんですけど、全然帰りたくないってホテルにね。こんなリスキーのか分かんないけど、よくバンドマン泊まってますよ、ノースホテル。以上、和製ランデムでした。よろしくお願いします。セックス。